どうもこんにちは、原薬近況報告したいと思います。部屋からお届けするのは久しぶりやと思いますけど、またね、奈良公園に行った時にどっか座って撮影しようかなと思ってたんですけど、ずっともう雨で、来週もあんまり天気良さそうでもないので、今いつ行けるかもわからへんし、んで、まあ仕方なくっていうか、まあ部屋で撮影しようと思いました。部屋で撮影するの久しぶりですよね。こう撮影する時って大体ね、普段もっと、今でもちょっと散らばってると思うんですけど、普段もっとこう机の上ぐちゃぐちゃになってるんで片付けなあかんのですよね。それがちょっと めんどく、まあ久しぶりやったらめんどくさいなっていうことになるんですけど、はい。で、原薬の方は今は 43.75% かな、 40% いって、その後この 1.25% ずつ減らしていってて、でこれをまあ今は 40%、 最初ね 40% 分はこれ、ここが 40% なんですけど、このシリンジで 40% 分先に引いて、ここでね 100ml 分をここで溶かして、で 40% をこれでまず引いて、その後この 1.25% で今3回引いてます。なので合計すると 43.75% かなになります、今は。で、来週から、明日からは、これ4回分になるので、45% になると思います。だから、まあ、明日からは 45% オフという感じですね。で、45% の引き方としては、まあ、40% はこのシリンジで引くのは同じとして、で、これ45というメモリがないので、2ミリ単位になってる、2、4、6、8、10になってるんで、まあ、40まで、40はこれで引いて、あとは、5ミリリットルという、多分小さじ、これが小さじ4分の1やから、小さじ1杯で5ミリリットルなんで、5ミリリットルという、まあ、この小さじ、別のさじがあるので、それで引いていこうと思ってます。来週はだから 45% ですね。で、また1週間ずつ 1.25% ずつ引いていくので、だから来月の今頃、9月の今頃には、50% 半分になってると思います。半分になったら、僕もらってるの1ミリの錠剤なんで、半分になったらこうちょうど1ミリ、半分の割れ線でこう割ったら半分になるので、ちょっとまたその落ち着けるというか、また、新しいこう段階に、入っていくんだろうなと思いますけどね。まあ、半分までサイレスを弾薬して、で、それからサイレス弾薬したのあれいつだったのかな。もうでも1年ぐらい経ちますよね、おそらく。1年ぐらい経つと思う。1年経たないかな。10ヶ月ぐらいかな。サイレス弾薬して、その時点で、まあ、多分 16% か 7% くらい引いてたと思うんですよ。最初の頃にちょっと引いたことがあったので、そこからずっと続けてきてて、今、まあ、45% で、来月はまあ 50% いく予定ですね。はい。なので、まあ、この調子でずっと行ってたら、まあ、10ヶ月で 50% 減らせるわけなので、まあ、大事を取って1年間としても、まあ、来年の今頃、盆までには、まあ、0% にできるのではないかなというふうに思ってます。はい。ただね、僕の場合は、これがまあ、ランドセンなんですけど、まあ、これ、まあ、今、減薬してる薬で、これが終わったら、まあ、ベンゾーは、まあ、全部弾薬したことになるんですけど、あと、SSRI のフルボキサミン、まあ、デプロメールですね。これを、まあ、まあ、少量なんですけどね、25ミリ1錠なんで、少量なんですけど、まあ、一応飲んでる。
で、これはレスリン、トラゾゾンっていうのを1錠飲んでるので、まあ、これはね、SSRI でも多分ね、3管経過、4管経過、そういう薬やったと思うんですけど、まあ、2つ飲んでて、この薬はね、そんな抜くのには、そんなには苦労せえへんだろうと思ってます。はい。なので、まあ、うまいこといけば、来年、2022年度中には、薬全部やめられるのではないかなと思ってますけど、はい。そんな感じですね。一応、まあ、予定は予定なんで、またいろいろね、変わってくることもあると思うので、まあ、あんまりその楽観的なあんまり見通しは立てないようにしてるんですけど、そんな感じですかね。はい。で、まあその原薬の、その計画にも大きく影響してくるのがやっぱりコロナやと思うんですけど、昨日やったかな、一昨日やったかな、からこう。こんなハガキが市役所から来まして、集団接種予約のご案内ということで、8月の20日金曜日の朝8時半から、集団接種の予約を受け付けますということですね。で、予約対象が55歳以上の人、昭和42年4月1日以前生まれの人やから、僕昭和41年の12月なんで、この対象になってるから送ってきたんやと思うんですけど、でも僕今54歳のはずなんですけどね、今54歳で今年の12月に55になるはずなんですけどね、だから55歳以上であれということであれば、僕は55歳以上ではないと思うんですよ、今時点では。うん。でもまあ、12月に55歳になるから、それで入れてくれてんのかな。そうか、まあなんか数え年かなんか、そういうので1年あれなんかなっていうことですけどね。予約方法が、まあ、ウェブによる予約、あとまあ、ウェブ環境ない人は電話で予約って書いてますけどね、こういうなんか、あれと、こう。URL とこういうなんかあれと電話番号書いてますけども、うん、でこれ20日、8月20日の金曜日に予約して、でいつ予約取れるのかっていうのは分かんないですけど、これでまあ僕が一応もうあのワクチン打とうかなと思ってます。はい。内科の先生にも何も別に言われてないし、うん、で心療内科の先生にも別に何も言われてないというか、心療内科の先生はなんで打たへんの、早く打った方がいいよみたいなことを言ってたからね、うん、だからということです。まあ、とはあれ、まあ、最終的に判断するのは自分なのでなんですけど、僕はね、そのワクチンやっぱりそのこの間ね、僕あんまり詳しく知らないんですけど、プロ野球の選手でね、まだ27歳、20代の人、27から8ぐらいの人、プロ野球の選手がワクチン打って、でその1週間後ぐらいに亡くなったっていうとかっていう話ありましたよね。だそういうのもあるので、まあ、リスクはあると思ってます。リスクは、うん、だけど、まあ、770人ぐらいかな今ワクチン打って亡くなってる人が。でだけど打ってる人が3300万人なんですよね。だから3300万人中の770人、まあその当事者になってしまうと、もうその確率なんていうのは関係なくなってしまうんですけど、うん、だからその3300万回、まあ今もっと増えてると思うんですけどね、まあ日に増えてるから、3300万回打ったうちの770人になってしまうリスクと、まあ、今ねすごい奈良県もすごいんですよ。もう毎日100人ずつぐらいこう感染者が増えてて、でその感染地域も最初はね奈良市とか生駒とか、まあ、北の方ですね、まあ、どっちかというとその大阪のベッドタウンになってるちょっと高級住宅街地的なところがやっぱ多かったんですよ。大阪とはやっぱり通通になってるんでだったんですけど、まあ、今もう奈良県全域でね、かなり感染が増えていて、でデルタ株ですよね、やっぱりね。でラムダ株というのももう入ってきてるということで、なのでその
ワクチンを打つリスクよりも、打ってな、どうにかなるっていうリスクよりも、その感染して、重症化するリスク、で治ったとしても後遺症が残ったりするリスクの方がやっぱり高いというふうに、まあ、僕自身は判断したので、打とうかなと思ってます。はい。まあ、その辺はね、個人的なもう考え方次第なので、まあ、そこはもう自分で決めるしかないんですよね、もうね。で、うちの親なんかは、まあまあ、ちょっと前にも言いましたけど、うちの親2人とも80代なんですけど、打たないって言ってます、未だにね。だからこそ、打たないっていうのは、打たないっていうことに関しては、まあ、僕もね、最初の頃は、その考え方には理解、まあ、今でも理解はしてるんですけど、まあ、そのワクチンに対する不信感とか、そうね、どないかなった時に国が何も対応してくれへんとかっていうこともありますから、だからその考えは分かるんですけど、今もかなりこうワクチン接種が進んできてるし、で、まあ、身の回りで、そう、奈良県内でワクチンを打って亡くなった人っていうのは、多分僕の知る限りいてないと思うんですよね。で、奈良県内でも、感染者数はすごい増えてるんですけど、重症者数とか死傷者、亡くなった方の死亡者数の数がそんなに増えてないんですよね。ということは、やっぱりその高齢者に、ワクチンが行き渡ったっていうことの効果がやっぱり出てるのに違うのかなというふうに僕は考えるんですけど、まあ、そういうのを考えて、まあ、僕自身は打とうと思ってるんですけど、まあ、うちの親は80代、2人とも80代なんですけど、まあ、打たないって言ってますね。で、まあ、今言ったようなことを、まあ、ワクチンのリスクもあるけど、それよりも感染して重症化するリスクの方が怖いに違うかっていうふうに、まあ、父親にも母親にも一回は説明したんですけど、それでもいらんっていうので、もうね、もう年寄りやからもう頑固なんですよね。まあ、うちの母親なんか特に九州の人なんで、もう一回行こうって決めたら、なかなかこう自分の考え、ちょっと、まあ、悪く言えばこう柔軟性がないというか、まあ、頑固な老人なので、で、うちの親父もまあそういうとこはあるんですよ。うちの親父はまあもともと大阪生まれの大阪育ちなんですけど、なるんで、まあ、息子としては困ったなぁとは思ってるんですけど、まあ、これも本人が決めることやからね、僕がどうこう無理やり言って、無理やり受けさせてどうこうね、体がなんかなったとしたら、それはもう本人納得いかんと思うので、まあ、本人がいいと思う選択するしかないと思うんです。それでかかって、コロナにかかって重症化して亡くなってしまうかもしれへんけども、それはそれでもう自分が選んだ道やから、そこはもう仕方ないんちゃうかなと思いますね。一応その1回は僕の意見は伝えたけど、まあ、それでも考え変わらんので、もうそれも仕方ないなっていう感じですね。まあまあね、80まで生きたらもう、言っちゃあれやけど、もう大往生やと思うんですよ。だからそこでね、選択すん自分で選択して、まあ、仮に悪い方行ったとしても、まあまあ、納得するというか、やと思うので、もうそこはもうあんまりこれ以上は言わんとこかな、まあ、言っても変わらないんだろうなっていうのがあるので、まあ、ほんまに困ったなと思うんですけど、まあしゃあないなっていう感じですかね。まあそんな感じですかね、うちはね。うち、奈良県でもね、高齢者の人も85%打ってるんですよね。だから、ほとんどの人が打ってるわけですよ。で、打ってない人が重症化したり亡くなったりしてると思うんですけど、それも言ってるんですけどね、まあ、うちの親は考え変わらんと思うので、まあ、いいにつけ悪いにつけ、ちょっと頑固なところがあるので、それはもうしゃあないなと思いますね。だから、まあ、僕自身は打って、で、まあ、僕自身も、なるべく感染しないように気をつけるしかないですね。それで感染したらもう仕方ないし、感染して重症化して亡くなったりして、それはもうなるようにしかならんなと思いますね。ちょっとね。そんな感じですね。あと、なんか、まあまあ、どうですかね。まあ、
雑談になるんですけど、まあ今日ね、高校野球がね、なんか11時、今10時半ですけど、11時から、第1試合が11時からで、第4試合が6時半、6時半やから、夕方の7時半、8時半、まあ下手したら9時頃になるんかな、終わるのがね、ナイターになると思いますけどね、すごいね、まだね、8月、まだお盆やっていうのに、こんだけ長雨になってしまってね、甲子園もどうなんのかなと思いますけどね。で、甲子園の出場校の中にも、コロナ、選手がコロナになってるっていうのが、ちょびちょびこう出てきてるし、その辺の感染対策っていうのは、高野連とかちゃんとやってんのかなと思うしね、あんまり甘いこと考えとったら、もうあっという間にこう、広がってしまうと思うんですよね。なんか北海道の方で高校生のアイスホッケーのなんか全国大会、選抜大会がなんかあったらしくて、それで、まあ、感染対策が甘くて、100人ぐらい、90何人がクラスター。で、クラスターになって、その苫小牧、北海道の苫小牧かなんかで、そのアイスホッケーの、全国大会やってて、100人ぐらい感染して、で、それがまだ地元に帰ってるんで、その高校生やからね。そういう甲子園でそういうことになったら、ね、まあ、アイスホッケーやってる高校生って言ったら、まあ、おそらく東京より北の方とか、そんなんちゃうかなと思うんですよね。関西でそのアイスホッケーやってる高校っていうのは、まあ、僕あんまり聞いたことないんですけど、だけどまあ、高校野球は全国レベルやから、全国から集まってきますからね。それで感染して、まあ、兵庫県によそから持ってこられんのも困るし、持って帰られんのもまた困るしっていうことでね、まあ、その日程、雨降ってね、日程がこう詰まってて、そのね、スケジュール的にも大変やなと思うし、コロナ対策のあれでもね、大変やなと思いますけどね。ちょっと選抜はなんか確か応援団とか入れなかったん違うのかなと思うんですけど、で、開会式もしなかったんですよね、おそらく全員集まっての。だからちょっと夏は欲をかきすぎたんちゃうのかなと思うんですよね。選抜の場合はなんかその試合する翌日に入ってくれっていうことだったらしいですね。それやったら、まあ感染するリスクも少ないですよね。試合する翌日に入ってきて、試合する。で、まあ勝ったらそのまま居続けるわけやけども、まあまあ、だん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 こう、トーナメント制やから減っていきますしね。それが、この夏の甲子園の場合は、まあ開会式に全員呼んでしまったし、で、あと、なんかそのブラスバンドとか、父兄ですね、関係者、家族の人とかを、まあ2000人ぐらい入れてるんですかね。だから、それが、まあ両方でまあ4000人、5000人ぐらいになると思うんですけど、それもどうかなと思うしね、ちょっとその、欲をかきすぎたんちゃうのかなと思いますけどね。それでまああんまり、広がらんかったらええのになぁとは思うけど、まあ兵庫県、まあ大阪はもうめちゃめちゃになってますけど、まあ東京みたいになってますよ、今大阪ね。なりつつありますよね、今はね。大阪、兵庫、もう兵庫と大阪、甲子園があるのは西宮市って言うんですけど、まあ30分ぐらいで電車で、大阪の中心部まで行けるので、で、まあ僕が住んでるとこなんかでも、大阪の中心部まで、まあ、1時間かからんぐらいかな。30分、40分、まあ今やったら40分ぐらいで行けるんちゃうかな。大阪の南までね。それぐらいで行けるので、だから大阪、兵庫、奈良、京都とかはもう通勤圏内なので、これ以上ね、広がらんかったらいいのになぁと思いますけども。そんな感じでね。あとは、いろいろね、雑談になるんですけどね、今なんか大悟さんがね、炎上してね、し
してます。なんかいろいろ問題になってますね。僕あんまり大悟さんのことあんまり詳しくないんですけど、なんかその、生活保護を受けてる人とか、何やったっけ、その、まあ、ホームレスの人とかがもう生きる価値ないとか、そういうの死んでも構えみたいなことを 言ったんでしょうね。そういうことをね、ちょっと命を軽視するようなことを、なんでそういうことを言ったんやろうね。なんかあの人はなんかメンタリストだから、ちょっとそういうこう人の心をかきむしるようなことを言って、ちょっとプチ炎上させようという魂胆があったのかなとも思いますけどね。炎上さえすれば、まあ、再生回数上がれば、YouTube って儲かるわけやから、そういう計算があって言ったのかなと思うけど、でも自分が思っている以上に炎上しすぎてしまったかなというふうに思いますけどね。まあああいうことを言ったらあかんですよね。まあ誰でも言ったらあかんけど、あんだけその知名度がある人がああいうことを言ってしまうと、まあなんかもうその大悟さんがなんかミネラルウォーターかなんかの CM 出てたみたいですけど、それもなんかもう自粛、まあおそらく打ち切りやろうと思いますし、まあ今後しばらくはその CM とかつかないと思いますけどね。まあそれでもまあ YouTube とかで儲けてるからええんやろうけども、まあ、YouTube 買ってどうなんかな、そこまで言ってしまうと、まあバンになる可能性もないことはないでしょうね。その発言内容と、その発言内容もあれやし、まあ普通の人、まあ僕なんかが同じことを言っても多分バンにはならんと思うんですけど、あの人が言ったらもうすごい影響力がすごいじゃないですか。だからそう考えたら YouTube ももうただどうなんかな、なんかの制裁かけないとね、Google もちょっとまずくなってくるんちゃうのかなと思うので、これからどうなるのかなと思いますよね。なんか今ニュース見てたら、あの張本さんね、あのオリンピックの女子ボクシングのことを、ケチョンケチョンに言うて、あの人もそうやけど、もう謝罪がなんか軽いっていうか、まあ、大悟さんにしろ張本さんにしろ、なんか言い間違ったとか言い方がちょっと言葉足らずやったとか、なんやろな、なんか男らしくないっていうか、なんか言い訳がましいですよね。あの張本さんもなんか言葉足らずやとかって言ってるけど、別に言葉足らずとかではなくて、もう考え方が根本的に間違っているんですよね。そこを認識してないというか、認識してるけど、そうは、謝罪ではそうは言わないですよね。言葉、まあ、あの、西村大臣とかもそうでしたよね。なんか、出現した時に、言葉が足らなかったからとかっていう、まあ、もう政府のトップがああいうことを言ってるわけだから、下のもんもみんな真似するんやと思うんやけど、昔はね、なんか間違うとこと言ったら、私が悪うございました、すみませんでした、私が全て悪かったですって言って、涙ながらに、まあ、土下座でもすんのが謝罪やと僕は思うんですけど、なんかこう言い訳がましいというか、言い方が足らんかったとか、言い間違いだとか、言葉足らんかったとかっていう言うて謝罪してるわけやから、そんなん謝罪にならんやろって言われるのは当たり前やと思うんですけどね。間違うてました、もっとちょっとしばらく自粛して勉強し直しますっていうのが当たり前やと思う。だから張本さんでもまた今日サンデーモーニングに出てたみたいやけど、もうサンデーモーニングもうしばらく、まあ、やめた方がいいと思いますけどね。あの人ね、これまでも何回もいろんなこと言ってるから、まあ、大谷のこともめちゃめちゃ言うてるし、ダルビッシュとかのこともめちゃめちゃ言うてたし、あとサッカーのねカズのこともめちゃくちゃ言うてたから、もう根本的にその考え方が古いっていうより間違ってると思うので、もうテレビに出たらあかんと思うんですよね。だから自分で判断できへんやったら、テレビ局の上の人間がもういいですよって言って切らなあかんし、あれ TBS なんかな、あれ切れへんとしたらテレビ局としてどうなんかなと思うしね。大悟さんの場合もなんで謝らなあかんねんって前日に言うとったんですよね。それがまた今日になって、いろんなとこからこう自分が思ってる以上にその批判の声が大きすぎたからね、最初はなんで謝らなあかんねんって言うてたのが、
ちょっと謝罪してみて、で、それもその謝罪になってないというから、また謝罪してみたいな感じになってるからね。それはだからもうイメージ悪するだけやから、もう、なんていうのかな、しばらくこう YouTube やめますって言って、一本と切って、すみませんでしたっていうのが一番ええと思うんですけどね。なんかもう、言えば言うほど、あの人もまた口がうまいから、うまい人やからこそ、逆に言えば言うほどなんか火に油を注ぐっていうか、なってしまうと思うんやけどね。まあこれからどうなるのかなと。まあ YouTube はね、僕大悟さんの YouTube は見ないので、見たことも、もうほとんどないので、なんかね、あの顔がね、なんかちょっと小ずる賢いっていうか、ちょっともう顔がなんか人を食ったような顔してるので、僕はもうあの人をテレビで出てきてもすぐ消してたし、 YouTube なんか見たこともなかったんやけど、 YouTube はね、自分で見る選択ができるからいいと思うんやけど、張本さんの場合もね、テレビ消したらええだけの話なんやけど、そのヤフーニュースとかにたびたび出てくるじゃないですか。それだけでもまあ鬱陶しいので、もう張本さんは早くも引退してほしいなと思いますけどね。そんな感じですかね。まあいろいろあります。まあ相対的に言うてええニュースないですよね。まあ、その中で、まあ、僕にとっては唯一ええニュースなんが、まあ、大谷のホームランやったんやけど、大谷もこの頃ちょっと調子が悪くなって、ホームランあんまり打たなくなって、この間ね、1本打ちましたけど、今またちょっと、調子が良くなってきてますけど、なかなかね、大谷選手も頑張ってるけどね、なかなか、まあ、そうそうね、そんなしょっちゅうホームランばっかりね、7月は打ってたけど、まあ、あれがまあちょっと異常やって、あんまり調子良すぎただけであって、またちょっと苦労してるなというふうに思うけど、まあ本当になんか大谷選手のニュースぐらいですね、なんかまあ僕的にニュース見てて明るいニュースやなと思うのはね、そんな感じです。あとね、僕最近ね、まあ、また、まあ、めっちゃ関係ない、まあ、ほんまに関係ない雑談になってしまうんですけど、最近ね、スマホを買ったんですよ。今までこのガラケーやってね、今まで。まあ、僕、電話しか使わなかったんで、必要ないなと思ってたんで、もうガラケーでもいいし、まあ、これがね、まあ、au で2年縛りやったんですよ。で、それが、この8月に2年縛りのその切れるんですよね。で、8月から10月の間までに、こうまた2年、今後2年続けるかどうかという判断せなあかんのですけど、まあ、それでまあ8月、ちょうど8月やったので、もうこれ au やめて、まあ、これ au 続けるつもりやったら、なんかガラホっていうのかな、こういう、もうすぐまあ 3G というのが終わって4G になると思うんで、4G、んで、まあ、将来的には 5G にみんななっていくんやろうけども、まあ、それに対応したガラホっていうのがあって、まあ、こういう形してるんですけど、まあ、そんなんの方がええなと思っとったんですよ。もうほんま電話するだけなんで、こっちの方がもう全然携帯に便利なんでね、こんな大きかったらね、ポケットにも入らんじゃないですか、こんなポケット、これも便利悪いなと思っててんけど、まあ、もう、でも、いくらなんでもこれ、またもう一回、ガラホ買って、で、2年縛りっていうのもね、もういい加減こう時代遅れかなと思ったので、一回こうスマホにしてみようと思って、で、au もずっともう、僕ね、このガラケーね、調べたらね、大方10年ほど使ってるんですよ。すごい物持ちいいなと思って。電池はね、一回悪くなったんで、アマゾンだったかな、アマゾンだったかで電池だけ売ってたんで、電池は一回変えたんですけど、今もね、全然使えるんですよね。使う、ちょっとね、カメラのピントが合いにくくなって、こう、傷がついてね、カメラのピントは合いにくくなったんやけど、まあ別に今も使えてる、もう切れて使えてないんですけどね、8月に、この2年縛りが終わるということになったので、これをね、これが、
OCN モバイルワンっていう格安 SIM で買ったんですよ、うん、で知ってる方は知ってると思うんですけど、これ OCN モバイルワンで1円で売ってるやつなんですよね。このレドミ 9T っていう機種なんですけど、シャオミのレドミ 9T っていう機種で、1円で売ってるやつをちょっと試しに買ってみました。で、これはね新規で買ったんで電話番号違うんですけど、これを新規で6月にこれを買って、で1円やったんですよ。1円で、キャンペーンやって、毎月やってるんですよキャンペーンね。それで1円で買って、で手数料が3300円と、あとなんかしらまあ、トータルで4000円ぐらいかな、かかったと手数料が。まあ、それだけですね。で、機種代は1円なので、まあ、4000円で新しい電話番号でこのスマホを買いました。うん、で、月々が、データが1ギガまでが770円なんですね。で、これ入った時に NTT のクレジットカードも入ったので、そのクレジットカード入って、それ支払いにすると、まあ、1年間は、毎月500円割り引いてくれるので、実質はそのスマホの、データと通信料は、770円から500円引くから、月々270円です。はい。最初初期投資で4000円かかって、あとは月々1年間は270円で、それからあとは770円になるんですけど、まあ、1ギガまでね。で 3ギガ、その次は3ギガなのかな。まあ増やそうと思ったらそのコースは変えられるんですよ。毎月月に1回コースは変えられるので、まあ足らんなと思ったら変えたらいいんですけど、はい。で、あと僕は、あとはこの楽天モバイルっていうのが、楽天モバイルも入ったんですよ。これね、 SIM が2枚入るんですよ。すごい便利よくて、なので楽天モバイルも入って、楽天モバイルはその MNP、 その番号、このこっちで使ってた番号を使って、まあ、転入番号そのままで転入するという感じで楽天モバイルに入ったんですね。で、楽天モバイルは1ギガまでは無料なので、1ギガまでしか使わんかったら別にもうかからんのですよ。で、 au から、MNP の転出料も、6月から無料あったし、で楽天に入るのもMNP 転入、楽天に 入っていくのも手数料ただあったので、ほとんど全くお金かかってないですね。それで、まあ、こっちの番号を生かしてもう一個 SIM を取って、これに2枚 SIM を2枚入れてます。はい。なので、まあ、一応2ギガまで使えるということなんかな。で、楽天は、入ったら3ヶ月間はただなんですね。で、まあ1ギガまでしか使わんかったらずっとただなんですけど、別3ヶ月、最初の3ヶ月間は何ギガ使おうと、20ギガ使おうが30ギガ使おうがただなんですね、3ヶ月間は。なので、今これ一応僕家 Wi-Fi でつながるんですけど、 Wi-Fi 切って、今は楽天で、基本的に楽天でつないでます。3ヶ月間は無料なんで、なんぼ使おうが。でね、楽天がね、今すごいいっぱいアンテナ立ててるんですけど、僕の家のね、すぐ近くに、すぐそこにね、アンテナをね、去年やったかな、去年か一昨年やったかな、立てよったんですよ。もうほんまに家の前に楽天の電話が立ったんで、アンテナが立ったんで、もう電波、家にいる限りは電波バリバリ入るんですよね。うん。だから、で、あとこの楽天リンクっていうのを使うと、このアプリがあるんですけど、この楽天リンクっていうアプリを使うと、例えばね、東京まで
東京まで電話してもこのリンクアプリを使って電話したら無料なんですよね、うん、この間ちょっとね30分ぐらい電話しとったんですけど、まあ、無料だったですね、まあ、ちょっとね電波がちょっと悪い時はあるけど、まあまあ別に会話はできるしいいんちゃうかなと思って、だからそう、うん、でインスタとかもまあまあ便利いいですね。初めてこうスマホを持ちましたけど、まあなかなかちょっと持ち歩きにはもう全然違うのでね、これやったらもうズボンのポケットにシャッと入るけど、これはちょっとズボンのポケットに無理ですね。これはね、なんかカバンでも持って入れとかないとっていう感じですけどね。ですけどまあまあ、でもまあガラケーにはないのがあって、機能があって、ちょっとね老眼なんでこうメガネ外すかこうバーって遠ざけるかしないと見えないんですけど、うん、だいたいこれ見るときはもうメガネ取って見てますね、うん、そんな感じでまあずーっとガラケーやってんけど最近ちょっとスマホ買いましたっていう話でね、でこうスマホでね原薬のアシュトンマニュアルありますよね、アシュトンマニュアルスマホでも別に見れるよって言って教えてもらったのでスマホでまあ見てみたんですけど、やっぱりね字が小さいし、このやっぱこの画面では全部が映らへんし、だからこう右やったり左やったりこう上下したりして見なあかんし、そもそも字が小さいから、やっぱりねアシュトンマニュアルちゃんと読んで自分で原薬のことを理解しようと思ったら、やっぱりねパソコンで見た方がいいと思うし、最低でもこうパッド、iPad みたいなパッド、Android でもパッドありますけど、ちょっと大きめのこういうパッドで見た方がいいっていうか、見ないと、最低でもパッドでないと内容頭に入ってこないと思いますね。うん。読もうと思ったらもちろん読めるんですけども、ね、ページ数も多いし、そのパソコンで見ててもそもそもページ数多いのに、これで見たらさらにこうページがこう横にもこうなってて見にくくなって、内容がもう全然一応読めるんやろうけど頭にはもう全然入ってこないという感じやなと思ったので、できたらねパソコンで見るか、まあ最低限パッドは揃えてもらって見てもらわないとあかんと思いますね、うん、やっぱりそのアシュトンマニュアルをちゃんと理解するということが、まあ原薬するのに一番大事なことやと思うのでね、はい、まあコロナがなかったらね、インターネットカフェとかで見ていただいたらいいと思うんやけど、今ちょっとねインターネットカフェなんかでもちょっとね密になるからあんまりどうなんかなとも思うけどね、うん、まあ家でパソコンなりこうパッドをこう買うなりした方がいいと思います。はい、そんな感じでね、ちょっと最近スマホ買ったっていう話でした。もう1時間ぐらい喋ってるのかな、ちょっと長くなりましたけど、まあ久しぶりに、家で撮影してみました。はい、またねちょっとコロナがねほんまに怖いですけどね、感染者が増えてきてますけど、まあ気をつけて頑張りましょう、うん、もう暑いのはねもうどうかな、この雨でちょっと落ち着きますかね。もう天気予報、来週木曜日金曜日ぐらいまでちょっと曇りとかで、また20日以降21日ぐらいからまた暑くなりそうですけど、もうそうやけど、もう盆過ぎたらね朝晩涼しくなってくるし、暑いのはもうこれで今年の夏は終わりなんかなと思いますけどね。まあ体調に気をつけてお互い頑張りましょう。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。動画を見ていただいてありがとうございます。